皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川です。本日はですね、認知症になりたくなければ歯医者にかかれというお話をさせていただきたいと思います。認知症と歯と思われるかもしれませんが、実は、うちは認知症専門のクリニックをやっているわけなんですが、数年前まずですね、部屋の一室に歯科用のチェアを入れまして、でそこに歯科衛生さんに来ていただいて、認知症の患者さんの歯のチェックをさせていただくようになったんですね。でやり始めるとですね、もうあっという間に、すぐいっぱいになっちゃうのですが、とてもこれでは対応できないということで、2年前にうちの敷地内にですね、歯医者さんに来ていただいて、チェア6台の歯医者さんに来ていただいて、今連携してやっています。ですからだいたい今僕の患者さんの中で、200人ぐらいの患者さんが定期的に、受診をいただいています。ですから、歯医者さんの方がこう時間が枠が多いもんですから、まず歯医者さんにかかっていただくんですね。で歯医者さんに受診した後にうちのクリニックにかかりますので、だいたい僕の日常では、今日歯医者さんかかりましたかって言ったら、かかってきましたと言って、僕の診察になります。で診察が終わったら、今度は、じゃあ次回歯医者さんの予約日にまたうちの予約を入れてってくださいねというふうに、させていただいております。それぐらいもう今認知症の一つのですね、治療の中で、当然僕が薬物治療、薬を使った治療だとか、リハビリを進めたりするんですが、それと同じように今歯医者さんにかかって、主に、メンテナンスをしていただいてます。で実際ですね、じゃあ歯と認知症とどんな効果があるのかっていうのはですね、関係があるのかっていうのはですね、もうこれはもう皆さんもうはっきりとしてます。今からいろいろ事例を踏まえて、結論を出していく段階じゃないです。もう多くの、論文レベルにおいては、もうかなり論文といってもですね、レベルの高い、学会の中で、歯周病にですね、感染させたマウスの、認知機能が落ちて、なおかつ頭の中の検査をすると、認知症の原因であるアミロイド β が、過剰に増えているというような、もうデータはですね、もう山のように出ていますので、今さら、歯と頭は関係がないんだという議論はもうないんです。もう前提として、認知症の一つの原因として、歯周病があるというのはもう分かってるんですね。でじゃあ具体的にはですね、なぜ人間の場合歯と認知症が関係あるのかっていうのは、僕はですね、3つ原因があると思ってるんですね。1つ目はですね、頭の血流の問題です。で僕が自分の患者さんに歯をチェックしてもらわないといけないなと思ったのは、まず自分の患者さんの歯をチェックさせてもらったらですね、実はもう総入れ歯という方が4分の1いらっしゃるんですね。でこれは全体の普通の認知症でない方の比率に比べて極めて高い。で残っている歯の、本数も極めて少ない。でね、人間っていうのは歯があって噛むことによって頭の血流が増えるんですね。一噛み 3.5cc と言われている。だから歯がしっかりとあって、しっかりと噛むことによって歯根膜を圧迫して、そこにいる血流がですね、頭に流れるということになりますので、そもそも歯がないとその噛むという行為がないもんですから、だからまず歯を残すということが極めて大事で、そのことが頭の血流、一噛み 3.5cc、だいたい一つの食事で1000回近い、咀嚼をするわけですから、それだけの血流がいかいかないかの違いになってくるんですね。で2番目は何かというとですね、やはり、きちっとものを食べるということによる、脳の神経的な刺激なんですね。で口の中というのは、人間の表面積の中でいくと極めて少ない、10分の1以下ぐらいしか占めていないんですが、実はその口の中から頭の方の、いった頭の中でどれぐらい口の中が占めているかというと、3分の1ぐらい占めてるんですね。よろしいですか。わずかこの10分の1に満たない口腔内に対する神経というのは極めて大量の情報があるもんですから、頭の中ではそれの3分の1ぐらい、脳全体の3分の1は口からの情報になってくるんです。
だからしっかりとものを食べて噛んで食べるということがですね、脳への直接的な刺激にもなっていくんですね。で3番目は何かというと心地よさですね。でうちがですね基本的に患者さんに何を歯医者さんに頼んで、お願いしているかというと基本的には、メンテナンスですね。もちろん治療する必要がある方はまず治療していただいてその後は定期的な、メンテナンスをやるわけなんですが、患者さんがとても気持ちよさそうな顔をされるんですね。気持ちよさそうな顔をする。で、よく皆さんが認知の患者さんにこういうことやってあげたらどうですか、こういうことやってあげたらどうですかっていろいろ聞かれる。で僕はその時はの判断基準は心地いいか心地よくないかということでお願いをしているんですね。だ例えば患者さんにモーツァルトを聞くと認知症にいいよって言ってモーツァルトを聞いてもらったってもう自分がそれも聞いたことない人からしてみたらこれは不快でしかない。だからそれはやめた方がいいよ。ただ口の中をきれいにしてあげると本当に患者さんってですね心地いい顔をされるんですね。だから僕はその心地よさというのも実は認知症にとてもいいんだというふうに思っています。だから先ほどの脳の噛むということによる脳の血流、そして直接的な刺激による脳への刺激、神経的な刺激、そして心地よさという3つがですね、口の中をきちっと整えてあげることでですね、認知症を、進行予防するし、まあ、場合によって改善するということになるんですね。実際僕の患者さんなんかもですね、口腔ケアをすることによってですね本当に変わってくるんですね。これ段階を置いてお話をするとね、例えば早期認知症っていう方も、早期認知症っていう方なんかは本当に定期的な歯医者さんに行くようになっただけでも随分変わります。やっぱりすごく、大体認知症の初期っていうのはですねなんとなくやる気がなくなったりするんですが、すごくやる気が出る、外交的になる、外に出てくるようになるという意味で、すごく良くなります。だから早ければ早いほどいいです。で中核症状という実際物忘れがあって MMSE っていう認知症の機能を示す点数が下がってきたような人たちでもですね、実際に口腔内の口腔ケアを定期的にやるとですね点数が良くなってくるという患者さんも実際いらっしゃるんですね。だから、早期認知症だとか物忘れの初期の段階の中核症状の段階、まあ僕のボケ日和の本の中で言ったら春とか夏の段階の方にはですね極めて、口腔ケアというのは、効果があります。じゃあそれ以上に進んじゃった人は効果ないかというとね、またそうでもないんですよね。ある程度周辺症状で幻覚だとか介護抵抗だとか妄想が出てるような人にもですね、最初はちょっと僕も緊張していたんですが、割とこれをやってもらうと心地いいんだってことが分かるとですね比較的素直にやってくれるんですね。まあその時なんかはね結構こう奥様がね一生懸命口の中きれいにしようとするとすっごい嫌がるような患者さんが、まあ若い歯科衛生士さんなんかがね一生懸命やるとね黙ってやられるんですよね。まあちょっと時々その姿を見て奥さんが怒ったりすることもあるんですが、まあそんなところになる。でさらに、もう認知症が進行してしまってもう寝たきりになる、もう僕の患者さんで言うとボケ病理でいくと春夏秋冬の段階になった場合は実はうちは在宅で、やっていただくんですが、まあ、本当に在宅で口の中をきれいにしていただくだけでもう誤嚥性肺炎の頻度もすごく、減ってきますので、まあ、こうなったらまあ認知症自体を良くするということではないんですが、やはりこの段階でも、効果がある。実際僕も在宅患者さんにですね、なんか口の中を見ると口の中がすごく、赤くなってるからこれ血流がいいのかなと思ったらあれは腫れてたんですね。だから定期的にだいたい週1回ぐらい口腔ケア入っていただくと本当にピンク色の綺麗になっていくということに、我々は気がつかせていただきました。だから本当に認知症になりたくなければ歯医者さんにかかれ、で逆にですね仮に認知症になっちゃっても歯医者にかかれ、で本当にもう寝たきりになっても歯医者にかかれっていうのがですね実態だと思います。まあこういった重要性っていうのはですね歯医者さんはずっと昔から我々にアナウンスされてたんですけど、まあ我々だとか世間がまだなかなか、まあ、歯医者さんが言うと自分たちのために言ってんじゃないかなと勘違いをしていたわけなんですが、
まあ、僕自身も本当に、自分の患者さんに定期的に歯医者さんにかかってですね、良くなっていく姿を見ると、いやこれは歯ってすげえなというふうに思ってますので、実際僕の患者さんなんかでもこう介護者さんがですね、その歯医者さんについていくとですね、本当に歯の重要性というのを感じて、私もやっぱり若いうちからきちっとかかりますっていう方がどんどん増えてますので、まあ、ぜひこの番組を見ておられる方もですね、認知症ということだけではなくてですね、若いうちから定期的に歯医者さんにはかかるように、僕はですね、もう髪の毛を切るがごとく歯医者さんには定期的にかかるようにしてください、歯が痛くなってから行くもんではないんですよということをですね、まあ、歯は自分は素人なんですが、まあ、認知症の専門医としてですね、強く皆さんにお願いしたいなというふうに思っております。